よし、なんかね、毎日でもあれですよ、違うの、手の方で違うの、これはまずい、違うの、ちょっとまず正直言った方がいいです、これはジムに任せようかな、全部ジムに任せようかな、つもり出してもらってやったら、あの電話で何回そんな言い方するんやろ、電話で喧嘩しようんじゃねえだろ、いや、まあそうですよ、いや、まあ数が全然違う、ギブ入ってまーす、なんでよ、やばいか、まだ出る、来たぞ、ここまでそう、そうだ、大丈夫、違う、みんなでや、なんで、いや、わかんない、急に、まあ、コロナじゃねえだろ、冷たいところとか暑いところに行くよりか、急にさっき信号待ちしとるよ、ほんと1分2分ぐらいで、そう急に来て、なんでこれちょっと回しっぱでいいんすか、じゃあ回しっぱでいいんすか、あ、回しっぱでいい、じゃあーす、見たまんまさちょっとヘルメット忘れちゃったじゃあなんか堀川の知り合いらしい、はい、あ、出ます、あ、まあで今日あの視聴者の人にもちょっと説明すると G さんがやりてる人が、はいはい、で、いきなりショーの知り合いってたもんね、はい、君に頼む大丈夫ですか、やりつながったやりつながったけどだから、俺にも出る。俺本当にこれガチ始めましたから。始めましたから見えないですね。会社名ちなみに、まあいい紹介あ、はい、紹介させてもらって、小牧市でやってます。ブラッド工業の。ブラッド工業。はい。ブラッド工業。あ、足場？はい。足場。材料もともと持ってる？あ、持ってないです。あ、で今回買って、はい、ちょっとやろうかなと。そうです。リアルな感じで、いやいや、いや、切れないですよ。なんだよ、お前、仕事だよ、お前つまりな、寝とくぞ。寝てよ、お前、お前。あの子の人柄も出したい。はい。やっぱ、いい子でしょ、はい、そうです。どんな感じでした？ちょっと、あ、じゃあ、今から、ひどいことしたからどんな感じの子か。まあ、結構、電話のやりとり。いや、対応もめちゃくちゃ良くて、うん、なんかすぐなんか何かありますかって意見も聞いてくれて、すごくやりやすかった、しやすかった、いや、みんな褒める、顔見たことあります、あります、顔で、ありました、あ、顔面白い、あ、僕、現物見に来たんで、あ、そういうことね、はい、じゃあ行けばいいじゃん、顔だってちゃうんだもんね、いや、最後に言っていいって言うから一回現物見ていい、ああ、これでこの金額だったらいいよと、ああ、そうです、そうです、結構かと、あ、そうですか、はい、はい、ありがとうございます、結構がっついだろ、よかったね、いや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 、まだここからしょ、これからです、はい、なんかほんで足りんものあったら、はい、あの、リンクも全然するもん、はい、教えてました、ね、指導してました、あ、来た、来た、来た、可愛い視聴者に聞いてください、顔出ししんか動画を撮ってほしいって僕が頼まれてた、もともと、あ、そうなんだ、ただ向こうも責任者でやるから、数字も全部向こうが数字自分に持ってるから目標を持ってやってるから、だから SNS で面白いのが確かに作りたいっていう本人の希望だから、あの子を応援一生懸命やってくれたと思うなら、あの子の数字が伸びるように頑張ってくれるから、でも数字も全部任せるから、そうなんだ、目標も持ってるから、だから動画撮ってくださいって言うし、面白いの考えるけど、YouTube やってるから詳しいじゃん。あ、おはようございます。なんかね、はい。自分なんか前に出てもらってるんですけど、違うの。来たよ。俺もあんまり分からない。まあ、本人来たら話すか。前に
室内の状態は見たんですけど、うん、まあ今来たらパッと言ってるのと全然違った。物も違う。うん、まあ、合ってるのもあれば全く違うのもある。あ、だいぶ。はい、日向大丈夫。これはまずい。違うところ、ちょっと、まず正直言った方がいい。違うことや。いや、なんか最初来てみて。あ、見に来た時と違うってことですか。それはいかんすね。あ、こっち。これだけ。あと二人。あ、そっち。あ、そっち。どこ。電話で言ったんですけど、これ、まあ、こんなにいらないの、手すりとかもいらないって言ったんですけど、はい、はい、すいません、手すりですね、はい、どうなっとんかな、申し訳ございません。まあ、俺はジムに任しとんかな、全部ジムに任せばらして、まあ、ちょっと任しとんか、じゃあ、違う人動いてないというか、僕は電話で言ったと思うので、どうしますまあでももう今日一人って言っちゃってる、カード全然違うのか、どうしたいか、写真から撮るの、その表のです、いやもうその表で見積もり出してもらったやつから、あの電話で何回か。こんな言い方するんやろ、電話で。喧嘩しとんじゃねえだろ。いや、まあそうですよ。いや、まあ数が全然違う。数が違うのは分かるけど、まあ、自分の行き違いかもしれんよ。はい。こっちも確認させようとしとるじゃん。はい。でも、お前なんか、あれでねえんだろ。はい。もっとこうしよう、いやもうよかった、いや決まったかと思いました、あ、気づかなかった気づかなかった、ちょっと話しかけていこうか、ちょっと話しかけてからさ、もっと来いよ来いよ、いやもう結構限界よ、うまあれってちょっと飛び火しちゃうと思う、数違うよフフ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 やってる、いやでもやってたらマジ今やってる、数量の間違いとかはある、間違いそこで見せたらないです、いや物変えてるとか、あ、それはないと思います、ないと思うじゃんまずない、ないです、ほんとチェックした、ちゃんと一回見に来てくれたでしょ、そうです、見に来ていただいて、じいさんの対応めちゃくちゃいい、あ、ちゃんとやってるから、ほんとめちゃくちゃなんかうまくしまって間違いないように、うん、やりとりしたんで、うん、間違いはないです。お前ちょっと待ってめちゃくちゃ。小牧の野村工具。もう二度と。いや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 。中心とかもしてるか。あ、まあはい、そうですね。あ、芝もまあまあ頑張ってくるよね。はい。ね、まあちょうど小牧とかの人でね、芝さんの話。はい。で、あの
勉強会とかもなんかやるから、まあ、SNS 勉強会コンビ難しい。あ、ちょっと難しい。多分、特色は多分。先生はやってるの？ね、いや、全然。今後興味ある？いや、今は。でも、求人とかめちゃくちゃいい。そうですね。で、フォロワーなんか増えるの？俺の知り合いも、フォロワー900人で、仕事、まあ、その人は日本会社とか、300万なんですよ。売り上げ、SNS が1位。そうですね。フォロワーでも800人いけるの。マスクとか見たことない？いや、ないっす。いや、絶対ないっす。あれ、足だ。顔のレベルに。17回10。インスタグラマーが10だとしたら。いや、10。おぉあとで、ちょっと、これやったらいいやつ。なんだよ。本当に送られたと思うちょっとマジこ、やばいと思った。やべえと思った。もうちょっと前から投げながらお願いすればって言ったら。あんまりちょっと機種良くないな。ちょっと俺に任せとった感じだったよね。そうです。ちょっと初めてと倒してよって。もうちょっとイエーイって言って。はい。じゃあね、しのぎに言いやることだね。そうですね。はい、じゃあ視聴者の皆さん。まあ、足場の宣伝したかありますか？はい、販売と、あと買い取り、強化しております。今、特に買い取りの方を手につけて、うん、まあ、材料で本当にはめ込んでる、はい、本当にいっぱい依頼いただいてるんで、今後したいなんで材料が本当に足りなくなってきて、買い取り強化してますんで、うん、ぜひよろしくお願いします。まあ、本当に材料で何、食事買い取りもありありです。なんか、なんか言ったね、本当は食事買い取り難しいけど、まあ、どうしても食事買い取りとか、まあ、置いていって、まあ、後でもいいなら後で値段出してもいいし、ぜひよろしくお願いします。あと、小牧の、はい、ブラタ工業、ぜひよろしくお願いします。じゃあ一緒にお願いします。せーの、また見てねー。